お疲れ様です。昨日往復8時間の移動時間をかけて埼玉県所沢市の方まで行ってきました。所沢のタイソンの元マネージャーマネちゃんさんとコラボをさせていただきました。250番さんと三影さんも一緒だったんですけども、非常に楽しい時間を過ごしてきました。本当にありがとうございました。で、その裏でハイブリッドコウスケが所沢のタイソンから襲撃されたんじゃないかということが話題になってますけども、まあこれについて自分が思うことを話していきたいなと思います。で、来たる9月我々が開催する格闘技イベント天下一武道会の方でハイブリッドコウスケとは我々メンバーの誰かが戦うことになりますので、ちょっと敵に塩を送るような感じになってしまいますけども、コウスケ、まず自分の女を危険にさらすような配信はやめた方がいい。タイソンとの金銭問題、その他様々なトラブル、まあいろいろあってムカついてるんだとは思いますけど、まあ、YouTuber なんで数字が欲しいのもすごくわかるんですけど、自分の感情よりもまず大切なものを一番に考えられなければ男じゃないと思いますよ、俺は。で、窮鼠猫を噛むということわざもあります。あまりにも相手を追い込みすぎるととんでもないしっぺ返しが来るよという意味です。まあこれ言ったらちょっとまずいなというような分別をもう少しつけてですね、タイソンにもちょっと逃げ道を与えてやらないと、また自分の彼女が危険な目にさらされることになりますよ。で、自分の彼女のアパートが襲撃されてるんで、すごくムカつく気持ちはわかります。非常にわかります。でも全く証拠がないんで、所沢のタイソンがやったという配信はやめた方がいい。これはタイソンのためじゃなくてあなたのために言ってます。で、警察にお願いして犯人探しをするのもいいんですけど、まずはコウスケ自身が過激な配信をちょっと控えると、まあそれが一番手っ取り早いのかなと思います。でもまあさっきも言いましたけど、自分の女が襲撃されたと、まあ、そのすごくムカつく気持ちはわかります。俺も男なんで。ただもう少しですね、どうしたら自分の女を守れるのかということを冷静になって考えた方がいいのかなと思いました。まあコウスケもケイタロウも敵なんですけど、我々のイベントに参加してもらわないと困るんで、それまで大切な人と自分の身は自分で守れるように頑張ってください。まああと一番悪いのはコメント欄で煽ってくる視聴者。ついこの間まで所沢のタイソンのことをシコシコ野郎だとか泥棒だとかバカにしていたくせに、タイソンが YouTube チャンネル開設してちょっと勢いづいてきたと思ったら、見事に手のひら返しをして、タイソンさんやっちゃってくださいよ、タイソンさん待ってましたよなんてコメントしてるやつら、お前らが一番悪い。その我々配信者としては、YouTube 上にリアルな喧嘩を持ち込まれても困るし、犯罪行為があれば規制がかかるし、本当に迷惑なんですよ。なんかあった時に責任取れないんだったら、クソみたいなコメントやめた方がいいよ、マジで。